ですらこんな状態なのっていうのはちょっと信じられないっていうか、冗談じゃないよと本当に思っていて、基本方針の支援対象地域を決めることをなんか多分逃げているんだなと思うんです。うん、そこをちょっとどこまで問い詰めるかっていうのは置いときまして、でも基本方針は作ることになっているので、それは作るようにあくまで求めていくべきなのかなと思いました。ここの子どもたちの健康調査もしてもらいたいということで何度も、復興庁と交渉しているんですが、見てもあやっぱ入ってないんだって思って今すごくショックっていうか、どうしたらいいのって、いや私たち被災者だと思ってるんですけど一度も意見を聞いてもらったことがないなって思って、今のところ残念ながら私たちが、例えば省庁に出向いていってお話を聞いていただくことでは受けていただいておりますし、イベントを作ってそこに来ていただくということではやっていますが、やはり向こうの復興庁の方からきちんと例えば被災当事者の声を聞く機会を作っていただき、さまざまな場面において住民参加というのが必要ですね。残念ながら福島県入れていただいていても一部だったり、あとは項目によっては被災3県ということになっていますが、それでやっぱり足りないですね。広い範囲での適用を求めていきたいと思っています。いかにもいろいろなことを盛りだくさんに考えた風を装いながら、残念ながらこの間、全国の市民たちが一生懸命訴えてきた、それから被災に遭われた人たちが一生懸命訴えてこられたような子ども被災者支援法の具体的な施策は残念ながらほとんど反映されていないと感じました。この丸2年経って3年目に向かうこの被災者の生活が本当に困窮している、子どもたちが精神的にも肉体的にも疲弊していく、こういう生活がちっとも向上されない、その現実をとにかく何とかしていただきたいと思っています。いくつかの自治体の方と一緒に何度も3回4回復興庁や関係省庁に要望もさせていただいているんですけれども、何回もお目にかかったのに要望はどこへ行ってしまったんだろうというような感じがして、ちょっと福島の方を何より優先しなきゃいけないとはやっぱり思うんですけれども、でもいわきと同じぐらい の汚染はされているところが多い関東のホットスポットの方はもうちょっと置いてこのままでは置いてきぼりになってしまうのかなっていう感じをちょっと改めて持ちました。